アジーンです。全スクイーズ紹介後編、まだ前編をご覧になっていない方は前編も合わせてご覧いただけたら嬉しいです。2016年の5月からスクイーズを作り始めまして、数えてみたんですが、今日までになんと48個のスクイーズを作っていました。これはびっくりしました。予想外に作ってましたね。こちらにあるスクイーズは全て作り方の動画が出ているので、気に入っていただけたスクイーズがありましたら、ぜひ動画を見て作ってみてください。それでは後編どうぞ。始まる。歩く。パキパキじゃない方ですね。川なしみかん、映像だと難しく見えるかもしれないんですが、作業的には意外と難しくないです。広がる。これはすごく思い出のある作品ですね。触り心地も抜群です。スポンジを丸く切ることを紹介した動画です。マザーガーデンスクイーズ再現シリーズ。止まる。決める。いろんなアイスの味が作れたら面白そうですね。この動画は編集もすごく気に入ってます。実はイチゴのイラストが後半にかけて変身しています。パキパキのポテチ、これはリアルにできたんじゃないかなと思ってます。真夜中に何度も試作して、よしこの方法で行こうって動画を作りました。ピーチ姫だって気づいてくださった方、ありがとうございます。私が一番食べたい食べ物です。これからも身近にあるものでいろんな食べ物を再現していきたいと思っています。一つのスポンジがいろんな食べ物に変身するってすごく楽しいし、この食べ物を作りたい、でも絵の具何使ったらいいんだろうっていう時に少しでも助けになったらいいなと思っています。これからもよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。